にいるペタちゃん、かなりね、見てわかると思うんですけど、ヒレが癒着しちゃってます。食塩をちょっとまず入れてみて治療してみたいと思います。これがね、あまり効果なければ、他のね、方法も全然あるので、どれだけ治るのか、この状態から復活できるのかっていうのをね、ちょっとね、シリーズとしてお伝えしていこうと思います。塩浴ね、して3日目なんですけど、大きなね、変化はないですね。多分有名だと思うんですけど、知らない人もいるわなんですけど、スーマっていうのがあって、はい、ヒロです。今回はですね、ベタの治療のために、スーマをね、問屋さんから買ってきました。で、スーマっていうのが、タイでね、よく使われてる治療薬というか、トリートメント剤なんですけど、こんな感じのやつに入ってます。すごいね、ちっちゃくて、一応ね、内容としてはね、ハーブ由来のものらしいんですよ。なんで、日本で言うとね、マジックリーフとか、あと、ヤシャブシの実とかね、そんな感じで、タンニンに近い成分なのかなと思うんですけど、またそれも違ったらしくて、ハーブ由来のものでね、作られてるみたいです。タイのね、現地ではこれをね、よく使って、ヒレのトリートメントとかね、治療をしたりとか、維持をしたりしてるみたいです。今回ね、この容器に対して多くて2滴3滴ぐらいらしいんですけど、ちょっとね、今回急を急いでね、早めに治療してあげたいってことで、多めに5滴、垂らしてみました。で、あとはね、これで待ってるだけです。ただ普通通り、生活して、行くとヒレの広がりがね、出てくるらしいんですけど、塩だけだとね、結果的に大きな変化を見られなかったってことなので、このような感じで癒着しちゃってるんですけど、これがね、本当に広がるのか、元に戻るのかっていうのがね、ちょっと自分も信じがたいんですけど、可能性としては高いか低いか正直わからないんですけど、ここからね、本当に回復したらすごいじゃないですか。なんでそれをね、お伝えできればと思います。ただ今回の場合ね、このような感じで赤虫をあげてもちゃんと食べてくれてるので、元気ではあるんですよ。元気ではあるというかね、食欲はあるので、そこはちょっと安心かなと思ってます。これで餌食べてくれなかったらだいぶまずいんですけど、そこはまだ安心かなと思いますね。このような感じでどうなっていくのかね、ぜひ、今後も投稿していきますので、よければね、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあぜひまたお会いしましょう。では。